まりました。使っていただいて、左から師匠です。ピーピーピー言ってますけど、隣、ただのイケメンの菊池です。イエイ。イケメンじゃないよ。この3人で飲むこと多いね。多いですね。よろしくって感じ。よろしくって。よろしくって感じ。お前で3人で飲むこと多いからね。多いっすね。ただのプライベートの友達雑誌だけど大丈夫。いや大丈夫っすよね。大丈夫です。いいだな。彼女募集中の人。はい。ということで、じゃあ俺たちが一番流行ってる乾杯今からかますんでお願いします。いきますよ。大胆かつハレンチに。ピーピー言ってる。もう一回、いくよ。もう一回、テイク2。大胆かつハレンチに。V のベルトはバレンチョー。お疲れっす、乾杯。濃いよ。いやこれはね、濃いでしょ。すごい入れてたもん。さあ、さっき作ったね。こいつ。タダン。めちゃくちゃうまそうだよ。さて、こっからローストビーフを作っていくぜ。あのね、スーパーでね、売ってたの。もうすでにローストビーフのやつ。そう、これに、そう、これをレンジでチンして焼きはもうできるんだって、すごいね。チンしてこー、チンしてくぜ。そう、なんかね、師匠がね、レンジの使い方がね、分かってなかったらしくね、教えてあげたよね。師匠はね、何の師匠かは知らん。あ、ビービー来た。どうなんだよ。うまそうです。もうすでにうまそうですけれども、うまそうですよこれ。おい、お前貴重面だな。2021年10月まで書いてある。貴重面だな。全然ロックじゃない。オリーブオイルでね、こうちゃんと広げて焼いていくぜー。行くぜいぜいぜいオンザオンザ。さあ、ここから早送りしていきますけれど、師匠の家はですね、でかいんです。そう、家賃安いのにでかいんです。だからよくこの3人で飲みます。はい、大体終電なくしてここに行くみたいなね。この日はね、宅飲み会ということでね、3人で飲もうぜって決めてた日なんだけど、まあ料理俺好きだからよくここで料理してます。出来上がりなんじゃないのそれ。もういいんじゃない、いいんじゃない。ここはさ、一番年下のあいつに食わせるしかない。そっか、そうです、ね、一番年下だもんね。そうなんだ。ちょっといただきます。これ年下さんが作ったのかな。さっき作ったあそこで。あそこで。ガンガン。どう？うまい。やったー！美味しい？うまい。うまい。ほんまに？じゃあ食おうぜ。いただきます。すみません。うん、うまい。いただきます。すみません。ありがとうございます。もううん。あ、やっぱりローストビーフってこう噛み応え強いじゃん。うん、この煮ちゃ煮ちゃ感ね、マジでうまいもん。いや、俺は今思ったのは、もうちょっと薄く切れよ、もうそれがいつで合う。もう、食べんねえもん。YouTube 向きではなくなっちゃう。でも今日、あれですよ、うちの師匠、このためだけにリーゼントしたからね、さっき。ね、早めに帰ってる。早めに帰ってる、もうサクッとね。何時間も。でもこんなんもう40分ぐらいよ。すごい。まあ、うちのエースだからね、それ。エースじゃない。いろんな意味でエースですね。うん、どういうこと？とりあえず、YouTube の再生回数が92万だから。この前さ、なんか、有名 YouTuber 見たの。結構100万回ぐらいじゃん。まあ、大体そんぐらいですよ。それに近づいてる。有名よ、もう伸ばそうかなと思って。いいと思います。ピー&ピー。この前、
追加してやった時に、はい、リージェントってやれば1万円出てくるって言って出てきたーってみんな言ったうん、あ、勇気いい森ねとか言ってもうフルネームなんです本名フルネームで言っちゃってるからね、君大丈夫フルネームで行こうかなって。あ、ほらまあ、その感じでね、今日もね、この後ね、すんげー飲んでいくんだけど、でもそう、この家に負担に行くの久しぶりだよ。どうせね、来ましたっけ、やってるよ。ぶりぐらいじゃないですか。あ、そんな来るの、あんまりそう、最近、あれかも嫌われてるの。最近か、先月は来たけど、いやでもこの時期はね、寒いから、このうちマジで寒いから、このうち。ああ、でも彼女がね、3人組だもんね。そうだよな、いろいろ寒いっすわ。お前どうせいいんだ。いないですよ。お前どうせいいんだ。いないです。本当にどうせだって、でも俺たちだってさ、なんか選ぶじゃんね選ぶじゃんね、選ぶし選ぶし選ばれたくないだろうし選ばれたくないだろうし、ね、駅2人で歩いてたら道開くし開くいや、本当に開くんよ、開くんですよ、バファー言うて大体その格好でいるし、2人で革ジャン着て歩いてるんですし、大体そう、目つぶって歩いてても、そうそうそうね、ぶつからない、ぶつからない、ぶつからない、あの、自分が行きたいとこに行けるぶつからないのよ。そうそう、ぶつかってくれない、相手方が避けてくれる。でも心優しいよね、俺は。俺いやシンプルに怖いな。なんでなんでいや、シンプルか、いや、旗から見た。でもこいつ、ただの高青年だもんね。僕はね、突っ張ってたんですけど、突っ張れないって。朝何時に起きるの？いや、8時ぐらいです7時、8時ぐらい。週、週、何すんの？ちゃんと掃除して洗濯回して朝ごはん食べて、いい主婦になれる。うん。いい主婦になれるよ。